7月1日からフィギュアスケートの新シーズンが幕を開けた。ハニューゆずる26は9日から3日間にわたって行われたアイスショードリームオンアイス2021に出演。必ず今季は4回転半をハニュる選手は6年ぶりですね。他にも 鍵山優馬選手や木平理科選手などのトップ選手が勢ぞろい。ほとんどの選手が新プログラムでしたが、羽生譲弦選手は19年のアイスショーで都市さんの生かに乗せて滑ったマスカレードを2年ぶりに披露しましたスポーツ指揮者新プログラムについて曲は決まっているが、音源はまだできていないと語っていた羽生譲弦。 今回披露しなかった事情を、スポーツライターの折山よしみさんに聞いてみると、ぴったり来るものを選ぶのに時間がかかったのでしょう。4回転半の練習をしていた昨シーズンの疲れもありながらの、アイスショーへの出演となりました。昨シーズンの国際大会はコロナ禍でバブル形式になり、 精神的な疲労も大きかった。休養を取る時間が必要だったのに、ドリームオンアイスに向けても集中して練習をしていたようなので、プログラムの曲を選ぶのが一朝一夕にはいかなかったんだと思いますでは、すでに決まっているという曲目はどんなものになりそうか。フリープログラムで決まっている、天と地との対局にあるような、 静かなバラード曲を考えているのではないでしょうか。これまでもフリーとショートの対比を意識して選曲をしている傾向がありました。折山さんコロナ禍でカナダに渡るのは難しく。引き続き今季も国内で練習することになりそうだ。22年2月からの北京オリンピックに向け。念願の4回転半を磨き上げていく。 今シーズンに4回転半を成功させることができれば、まだ誰も降りたことのない新しい4回転ジャンプとなります。フリーの天と地とに4回転半を組み込むことで、羽生譲る選手にとってこのプログラムが完成するんです。前出スポーツ指揮者ドリーム・オンアイスのインタビューでは、 必ず今季は4回転半を決めるんだという強い意志はありますと話した、羽生ゆず頼もしい決意だが、その時のもう一つの発言がファンをざわつかせている。羽生ゆずが残した引退に追わせ、競技スケーターとしての人生をかけた最後の夢だと思っているので、すべてをかけてそこにたどり着きたいなと思っていますと言ったのが、 引退を示唆しているのでは、と感じさせたんです。強い気持ちの現れでしょうが、最後の夢というのが気になりますよね。前出、スポーツ紙、記者四回転半ジャンプは羽生結弦るにとって悲願。ファンも応援しているが、その先に起きることが心配なのだ。もちろん、夢を叶えてほしい。 と願っています。でも、その夢が叶ったら、競技スケーターとしての羽生結弦るは、もう見られなくなってしまうのかも。全力で応援はしつつも、引退、匂わせの言葉も聞くと、正直、複雑な気持ちになってしまいます。羽生結弦るファンの女性とはいえ、まずは、 北京五輪での活躍を見たい。ライバルのネイサン・チェンも北京五輪に向けて指導している。新しいプログラムを準備していますね。ネイサン選手は母親が北京生まれ。そのため、北京五輪には特別な思いを抱いているようで、優勝への思いは強いでしょう。オリンピックが終わったら、 現在休学しているアメリカの名門、イエール大学に復学して、医学の道へ進むことを発表しています。前出、スポーツ指揮者羽生譲るも姉さんに勝ちたいと考えているはずだ。しかし、今は勝利よりも四回転半ジャンプに目が向いているように見える。羽生譲るがこれほどまでに、 4回転半ジャンプに執着するのはなぜなのか。アクセルは彼が一番好きなジャンプですし、まだ誰もやっていないジャンプだからこそ、4回転半を飛びたいのでしょう。ここ数年での目標というわけではなく、小さい頃からの夢なんだと思います。オリンピック2連覇もそうですが、 歴史に名前を刻むことをやりたいという羽生譲る選手なりのアスリート意識があるんですね。折山さん7月15日に発売された雑誌ナンバーでは水泳の池理香子選手との対談で現在の野望について語っていた。例えば勝つだけだったら4回転半という今自分が挑戦しているジャンプはいらないと思います。 だったら4回転の種類をしっかり増やして、いい演技をコンスタントにできる方が絶対勝てるんです。でも、それじゃあ僕は競技者としてもつまらなくなってしまったというか、そこのモチベーションを感じなくなってしまったというのが正直なところです4回転半ジャンプを成功させて、今季を優秀の美にするという思いもあるのだろうか。 そういう気持ちよりは、四回転半を試合でやりたいというのが一番だと思います。それ以外のことは一切考えていないのではないでしょうか。ただただ、今季中に試合で四回転半を飛びたいという思いだけ。達成した後のことは、まだ彼の頭の中にはないはずです、折山さん。イカどうとはいえ、 最後の夢を叶えた後はどうなるのか。やっぱり気になるところ。もしかしたら、違う目標を見つけるかもしれません。羽生ゆずる選手は競技者なので、四回転半を飛んだからといって引退するとは限らない。競技者魂が燃え尽きれば引退もあるかもしれませんが、別の何かを見つけたら、 現役を継続するはずです今後について、仙台の父親に聞くとそこで、羽生譲るのことを今、最も近くで見ている地元、仙台の父親に、今後のことについて電話で話を聞いてみたが、そういったお話は、スケート連盟を通していただくことになっておりますのでと、 柔らかい口調の言葉が返ってきただけだった。羽生結弦るは、4回転半ジャンプを超える目標を見つけることができるだろうか。誰も成し得ていないことに挑戦したいという思いがあるのでしょう。例えば、オリンピックの4連覇。今まで、フィギュアスケートで3連覇を達成している選手は数人いますが、 4連覇は一人もいません。北京五輪で4回転半を成功させて3連覇を果たしたら、4年後のミラノ五輪を目指すかもしれませんよ。フィギュアスケート関係者羽生結弦は前出のナンバーで、自分のモチベーションについても話していた。スケートの場合は、何かを達成した時に、よっしゃ。 じゃあ次これやろうと続いていくんですよね。達成感が他とは全然違う。それのために生きているみたいなところもあって4回転半で4年後に4連覇。北京五輪の後は4.44を目指す新しい羽生譲弦が見られるはずだ。次のオーディオビデオでお会いしましょう。